皆様こんにちは、ジュエンです。前回の投稿でご紹介したのはジェックスの30センチキューブ、今回は ADA の30センチキューブ水槽に着目して深掘りしていきましょう。では Let's get started。はい、はい、そうなんです。よくご覧いただいている方にとっては、ADA の30センチキューブ水槽って、こんな水系だっけな、という至極真っ当な疑問が頭に浮かんでくると思うんですが、その通りです。実はね、内緒で秘密裏にイメチェンしてました。で、今日はそのことについて話しますけれども、まずね、ソイルが変わってます。はい、化粧砂がね、下にちらっと映ってますけど、これコリドラスのね、砂なんですよ。その上にジェックスのベストバイオ、生きたバクテリアベストバイオサンドという名前のを敷いていて、前景層としてずっと前に買った流木に活着させてあるグロッソスティグマと思われるものを置いて、で、そして最近メルカリで買ったウィーピングモスっていうのをね、流木にこれもくるくると巻いたのを置いて、緑が増えましたよね、全体的に。で、奥の方は ADA のワービクサが置いてあったんですけど、それも結構順調に伸びて、暗くてよく見えないんですけど、観葉植物のね、根っこを隠してくれてます。はい。ちなみにこの水槽も、CO2 は無添加です。今まではね、水草用のリキッドタイプの CO2 みたいなのを使ってたんですけど、全然意味あんのか分かんなかったので、CO2 のタブレットをね、今回初めて買ってみました。効果のほどはいかに。というわけで、水槽の上の観葉植物の方に目を向けてみましょうか。わっさりと、このように、育っています。時々なびいているのは、ちょうど向かいにね、この首振りの壁掛けの山善の中古で買った扇風機、安かった扇風機が回ってるから、観葉植物が時々ワシャワシャっと揺れるということです。そして、その観葉植物なんですけど、このね、緑のやつ、これポトスなんですよ。シワシワなのはこのポトスの特徴で、ラシャバっていうなんか特殊な品種改良されたやつみたいなんですけど、これすっごい強いです。水の中ですごい力発揮してて、葉っぱの展開が早いし多いし、もう裏もぎっしり、他の植物の上をカバーしちゃってるっていうぐらいね、ものすごい勢いのあるポトスですね。生命力ありすぎです。奥にシンゴニウムネオンがね、こういうふうに、ちょっと頑張ってね、背を伸ばして光を浴びようとしてるんですけど、他にもね、いろんな種類の植物を置きました。置いたんですね。はい。水の中にドボンしました。今映ってるピンクっぽい紫っぽい色が入ってるのはトラディスカンティアっていうやつで、うちの鉢でね、飼ってないよ。育ててたんですけど、それはね、あんまりいい状態じゃなかったんですけど、これですね。水槽に入れたらものすごい旺盛に育って、新芽もバンバン出ています。こちらはシダ植物の一種ですね。名前は忘れました。この奥にあるのもシダ植物だし、ハートシダ適当ですけど、あとライムポトスもあるんですけど、ラシャバには負けてますね。あと山崎カズラも1枚入ってます。これもね、水中ですごい活躍する根っこを持ってるやつですよね。初雪カズラとか、これは庭に生えてたのをごそっと根っこから引っこ抜いて、洗って水槽にドボンして適応したのが生き残ってるという感じです。
全体像としてはこんな感じで、水槽から溢れ返っている観葉植物ですね。多すぎ？皆さんに朗報がございます。この水槽、実は苔で悩まされていた、一番苔だった水槽なんですけど、このガラスパイプ、スピンパイプ見てください。苔が生えてません。掃除したばっかりじゃありません。最後に掃除したのはいつか、ちょっと覚えてないぐらいです。はい、本当です。今映ってるのはさっきのラシャバポトスの根っこです。多分ね、そうとしか思えないんですけど、こんなに地底、水の底まで届いてるんですよ。これをね、自然美だって思っていただけるか、いやー、これはちょっとネイチャーアクアリウムには不向きだろう、汚いよって思われるかはもう個人の自由なので、私はどちらかというと本当に好きなんですよね。こういうのが、この根っこの周りを魚が泳いでいる姿が何とも言えない愛おしさっていう感じがするんですけれども、さてクイズです。この毎朝苔がもう水槽にこびりついていて、スクレーパーで苔を落とすこと、水を変えること、苔抑制のなんかを入れることが毎日のねルーティーンだった ADA の30センチキューブ水槽、なぜここまで水が澄んで苔が出なくなったのか、ちょっとヒントなしで質問するので答えてみてください。はい、答えはコメント欄にどうぞ。では A から C までいきますよ。 A、 コリドラスが専用のコリドラス水槽に引っ越しをしたから。 B、 コリドラスの餌が飛び散ることがなくなったから。 C、 コリドラスが大量の排泄物をしなくなったから。答えはある意味 ABC 全部です。皆さん正解です。おめでとうございます。まあいきなり YouTube でそんなねふざけたクイズ出されたら、なんのこっちゃと思う気持ちもわかりますよ。私もできればこんなクイズ形式で皆さんに発表したくはなかった。だけど結果的にはこういう結果になり、大変遺憾でありますが、ですがハッピーなことにね、先ほど言いましたようにコリドラスの専用の水槽というものができました。そうなんです、コリドラスさんたちはやっぱり彼らには彼らの住処があった方がいいなっていうことに、そこに行き着いてたんですよね。混泳はもちろんできます。ですが、餌の問題が大きすぎたかな。もちろん与える餌によっても違うと思うんですけれども、私の場合は2回ぐらいかな、コリドラスの専用の餌を変えたりしたんですけれども、まあ改善はしませんでしたね。やっぱり他の魚、特にホワイトフィンロージーテトラとかがコリドラスの餌を取ってしまうとか、取るどころかもう本当にね、アタックしてバラッバラにしてね、水質悪化にダイレクトにつなげてくれてたんですよね。で、コリドラスってよく食べ、よく出すっていうね、はい、そういう表現はどうなんだろうっていう感じですけれども、まあ水質は悪くなりやすいということもよく言われてるみたいですけれども、毎日毎日掃除して、メンテしてってしてたら大丈夫かなって思ってたんですけど、水槽はね、なかったんで、うちにもともとあった30年ぐらいかな、以上前に売られてた日槽の超古い、でもガラス、一応ね、ガラスの
オールガラスじゃないですけど、傷も入っているけど水漏れはしない、かろうじて使える水槽をコリドラスの専用水槽として作りました。なのでそれについては今度また特集を組みたいと思います。実はね、コリドラスも種類が増えましたので、また皆さんにご覧いただくのを楽しみにしておきます。私もというわけなんですけど、これはまずい。これはいかん。はい。ヤマトヌマエビが、つまつましてますね。グロッソスティグマなのかな？この水草ね。もともとは、今も映ってますけど、もともとはサムライっていう名前のオスのペタのとこに置いてたんですよ。で、そこにもヤマトヌマエビが2匹いたんですけど、彼らにかなり食い尽くされて半分ぐらいなくなっちゃったんですけどね。それで急いで別の水槽に入れたら復活したんですけど、それをまた今回この水槽に新たに入れたんですけど、つまつましてますよね。まあ根っこの方じゃなくって苔を食べている分には全然問題ないんですけど、というわけで今回は ADA の30センチ水槽がちょっと生まれ変わった姿をご覧いただいているんですけど、何が生まれ変わったかっていうのは改めて言うと、苔が生じづらくなったということなんですけどね。この水槽に関しては、ライトはこんな感じになってます。観葉植物の上にこんな感じでクリップ式のね、植物育成 LED ライトがついてて、で、水槽を照らしてるという感じで、水槽の魚たちが泳いでる空間の真上にはないんですよ。で、距離もね、まあそんな近くはないので、もともと光の関係で苔がひどかったっていうわけではなさそうと勝手に私は思ってるんですけれども。さてさて、その生まれ変わったこの30センチキューブ水槽、この子たちが新たなメンバーです。皆さんこれ何だと思いますか？飼ってるよっていう人いたらぜひ教えてください。私はアクアショップでこの子を見てふわっと思ったんですよ。で、店員さんに聞いたら、これ何ですかって聞いたら、プラティの仲間ですよって教えてもらって、でまあ、いわゆる卵帯性メダカ、グッピーとかプラティとかみたいなやつの仲間なんですけど、正式名称はレッドトップタキシードバリアタスっていうね、まあバリアタスっていうやつです。お値段がね、二度見したんですけど、なんと1匹200円でした。そうは見えないよ、大丈夫というわけで、このバリアタスを4匹迎え入れて、コリドラスたちはコリドラスパラダイスで自由奔放に生きているというお話でしたが、いかがだったでしょうか？もしほんのちょっとでもいいねと思っていただいた部分がありましたら、いいねボタンを押してくれると嬉しいです。そしてコメントもいつでも何でも優しい言葉を書いてください。そして最後にチャンネル登録もぜひぜひぜひよろしくお願いします。いつもとっても励まされております。
というわけで最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。また次回の投稿でお会いしましょう。じゃあまたねー。バイ。